しゃべてつ気分始まりました。始まった。よし。始まりました。というわけでね、ちょっとニュース、はい、ニュースを今週のニュース、今週のニュースじゃん。はいはいはい、こちら、はい、東武、急行花マス14系ドリームカーを SL タイトルの中間。なんかね、はい、JR 北海道の、はい、昔からある浜梨で使ってた、はい、ドリームカーっていうのを今度東武がね。うちが使うよって言って、この SL 大樹に入れるんだって、はい、花マスって寝台列車、そう、昔のね、寝台急行使われた急行、ああ、の前に何その十十花マスと全く関係ねえじゃん。いいやって、ああ、何これ何これ何これ、はい、今日どこにいるのよ。そうなんですよ、私は今、羽田空港の第一旅客ターミナル、第一旅客にいまして、羽田の第一ね、はい、一旅、はい、一旅のステーキ宮さんにお邪魔しております。あらなんかさ、はい、一番時計の目の前にそうステーキ宮ができるんだって。オープンするんですよ。なんだよそれ、はい、だってステーキ食って保安検査場行くなんて最高じゃない。最高ですよね。私服リッチリッチ、なんかね、お弁当もサンドイッチあれば、あ、そうそう、機内持ち込めるんだ。保安検査場通って機内で食べることもできるんですよね。もう空弁とか駅弁の時代じゃない、はい、もう次はねステーキ宮、機内でステーキ宮来てる。来てません。ちょっと私あのお腹空いてるんで、先にいいですか。すいません、すいません、すいません。いただきます。ちょっとじゃあ先にこのソースを、はい、こちらはあれですね、サーロインステーキかな。サーロインステーキ、はい、おすすめ商品となっております。リブロースっていうのもね、新しいらしいよ。リブロースも、はい、空港限定なんですよね、確かリブロース。そっちもありだな。ちょっとサーロインで、ちょっとやめろやめろやめろ。いきます。あああ、いい音が、ジュージュー言ってますね。寺門ジモンがいる。寺門ジモンがここにいる。いやー美味しそう。空港でステーキやれるっていう時代来ちゃったんだね。いやそうですね。あ、早速食べちゃっていいですか。よリブロースステーキが羽田空港店限定、はい、だからどっちかだね、リブロースか、はい、今ミキちゃんが試してるサーロイン、うん、あーいいなー。じゃあ私早速いただいちゃいます。いやーマジかよ、うん、あーいいやべー、アイオワプレミアム。いや分厚いですね、アイオワプレミアム。でも柔らかい、分厚いけどもうとろける、食いてー、あもうこれペロッといけますね、女性でもいけちゃう、うん、あドリンクもすげえわ、ミキちゃんドリンクもすげえわ、まずは一杯ビールでいけって。これ乗れないですね、もう飛行機に。東京隅田川ブルーイング、ケルシュスタイル、あこれうまそうだな。ミキちゃんにあるのは、はい、これは東京隅田川ブルーイングカオルバイゼン、すごいな。ビールもこだわりのビールなんですね。こだわってるわ。23区限定だってこれ、都内23区なんだってこれ、そこしか、23区でしか飲めないんだって。飲めない、限定の。あらいただきます。これ映ってないのにすごいな、俺も飲んでるっていうね、半蔵も飲んでるっていうね。いいんですか。どうよ。あ、美味しい。あら今日飲みやすいですね。私ビール好きなんですけど、ね、ちょっとなんかフルーティーというか、はい、さっぱりしてて。ミキちゃんが飲んでる方は小麦麦芽を使用した、はい、ホワイトビールだって。あ確かに色も綺麗だね、うん、綺麗ですね。柔らかな口当たりとフルーティーな香り、うん、そうフルーティー、いや結構フルーティーなあのビールすごい好きで飲むんですけど、いいね香りもね、なんかこれ590円だったらこれ一杯でもいいしね、はい、ステーキがっつりっていう人もいいし、うん、いいですね。ね、家族で例えば入って、はい、お父ちゃんはもう東京23区限定のビール、うん、ビール飲みながら、ね、お母さんはステーキ、はいね、全部いけるよね、うん、家族連れでも楽しめますよね。世界のビール、世界のビール味わえちゃうんだってよ、うん、ベローニ、ピルスナーウルケル、グロールシュ。いや美味しい。いやもうビールもいいですけど、もうステーキも美味しい。空港でこんなのやれちゃうのね、うん、なんかだから飛行機乗らなくてもいいですよね。あそうそうそう、羽田空港限定の商品があるので、うん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 、それを食べに来るっていうのも、そうだね、羽田空港限定か、ね、で酒もやれるってことは我々鉄道チャンネル、チャンネルとしてはね、鉄道チャンネルとか言ってる。誰それ、パンじゃってるしも、はい、そうだよな、電車で来て、うんうん、ステーキ宮の空港限定のステーキ食って、はい、食べに来て、うん、お酒もね、うん、
思う存分やって電車で帰るってのはありだね。そうですね、ありだわ、うん、止まんないです。ちょっとステーキ宮に空港まで行くかっていう新しい言い方になっちゃうね。電車 で空港にステーキ宮行くかみたいなね。すげえな、羽田空港ね。最近美味しいお店も増えてる、おしゃれになってるしな、はい、で食べて帰るっていうの人も増えてるらしいので、あそう、食べに来て飛行機乗らず帰るっていう。だからね、ステーキ食べに来て、うん、ビール飲んで、うん、で電車に乗って帰るっていうのがいいですね。なるほどな、みき、うん、ちゃんね、そればっかり言ってもダメなのよ実は、はい、もう来てんのよ次が。次何ですか。こっちもすごいんだって、うんうん、これ何これ。なんだこのお肉の大きさ。これがね、これのテイクアウトが空港持ち込めるんだって、保安検査場通っちゃうんだって。 それね、いいですよね。迷惑だよ、本当に。こんなうまそうなもの、もう横で食べてたらちょっとね、こんなうまそうなものを隣で食べてみて、食べられちゃったら困っちゃうでしょマジで。そうですよね。これね、これもね、羽田空港限、羽田空港店限定商品、限定商品、1日15食だってこれ。あ、限定で15食ですか。取り合いじゃないですか。1日15食しか食えねえんだって。名物、はい、国産牛フィレステーキサンド。フィレ来てる。うわー、だって分厚いですもん。1580円。え、フィレ1580円食べるんですか。いける、マジでいける。ちょっとじゃあいいですか、私早速食べて。国産牛のフィレ肉を使用、はい、うんうん、味付けは肉の素材の味を引き立てるステーキソースを使用。ステーキソースだって。いや美味しそう。軽くトーストした軽くトーストしたパンがすげえいいね。いいですね、色なこんがり焼いてるこの色もね。ああ、いいですね。中にね、はい、コールスローを使うんだって。あ、そうなんですか。あ、ほんとほんと、入ってる入ってる。付け合わせのポテトフライをお付けします、うん、頼む。俺も食いてごめんね、半蔵門、私ばっかり。じゃあいただきます。あのね、トーストはね、バリュム、うん、バリュムーダって言われて、バリュムーダ、うん、バリュ大丈夫バルミューダ。しげちゃん笑っちゃダメだって。バルミューダだって。うん、バリュミューダって何なの。ちょっと静かにしていただいていいですか。ちょっとバルってのね、うん、おいしい。やわらかくて、もっとこれ分厚いですね。バルミューダ、バルミューダ、バルミューダ。ちょっと静かにしていいですか、もらっていいですか。うまそうだな。こんな感じでお肉が、いやこんなの羽田空港ですごいね、うん、食べれちゃうって。いや美味しい。今回のね、カフェ&ビアレストランミヤの羽田空港店は、うん、はい、この3つなんだって。羽田空港限定あるのは、はい、リブロースステーキ、うん、サーロインステーキ、はい、そしてこれだってフィレステーキさん。メニューがですか。あ、これがもう限定なのね、羽田空港でしか、うん、そうなんですね。ちくしょう、うん、俺絶対来るもん、うん、いや、おっきいね。あ、これいいですね。機内で食べれるなんてね。機内で食べたらいいよね。贅沢の極みですね、うん、これ2人でシェアしてもいいしね、機内であればね。そうですね、うん、うん、2人で乗ってね、ステーキ食べて、これお土産に買って、うん、で機内でまたお肉も楽しめるっていう。最高だね、うん。あ、またこのソースも美味しいな。最高だ。だからさ、家族でさ、はい、例えば子供、お子さん1人いて、うん、パパママで3列席に3人1列座るじゃない、はい、で3人でこれシェアして食ってもいいもんね、うん、最高だわ。おいしい。でこのね、上のコールストローがさっぱりしてて、うん、お肉と合ってるんですよね。わあ、そうなんだ、うん、みきちゃん脂っこくなりすぎない。みきちゃん、はい、ちゃんと言っちゃうけどさ、はい、今までの鉄道のニュースの表情と全然違うのは何、ね、そうなんですよね。ガチだよね今日、うん、もうガチだよね、うん、なんか表情が変わっちゃう、これ美味しいもの食べると。じゃあもう閉めてよ、もうなんだ本当。代わりにじゃ あの閉めといてください。私、食べるのに必死なんです。いや柔らか、俺たち全然出ないもん。ズリーは京浜急行とかさ、うん、東京モノレールで来ていいと思う、これマジで。
カフェ&ビアレストランミヤ羽田空港店、羽田空港店だけしかないリブロースサーロイン国産牛フィレステーキサンドをやっちゃおう。いやこれ来る価値ありますね。よし、うん、美味しい。終わんないのね、終わんないのね、いつも自分で逃げるの終わるじゃん鉄道の関係は。鉄道の関係は鉄道ニュースは自分から逃げるように締めるのに、なんで今日締めないの、おかしくね。ちょっと食べるの集中しちゃったんですけど、とりあえずじゃあもう一回食べる、食べ直すので、以上、勝ち払い。この人この後お土産買ってるからね、おかしいよ食べ鉄でした。あ、しゃべ鉄でした。ガチャバイバーイ。うん。